はい、レオンチャンネルです。ちょいと魂ネーション東京の近くを通りがかったので、なんかないかなと思って展示物をちらっと見たら、真骨頂電王のアックスアンドロッドフォームが展示されておりましたので、パッと撮ってきました。後ろソードフォームのアーマーになってて、改めて見るとロッドとアックスってほんとさ、前と後ろのイメージが全然違いますよね。で、ロッドがね、やっぱ武器、この竿おっきいし、メタリックブルーなんかもすっごい綺麗でよかった。これが1体買えば、どっちも手に入るっていうお得感ね。で、相変わらず太もものどっしりシルエットとかもよかったっすね。で、背面から見ると同じ素体を使ってるんだなっていうのがロッドとアックスで、後ろから見るとよくわかりますね。どっちもソードフォームのアーマーが後ろにあると。あの4フォームに変身する一つのフィギュアで、そういうやつもあったし、確か昔動画アップした気がする。とにかくロッドの武器の映えが半端なかった。あとはプラットフォームのケータロスバージョンも展示されてて、これを追加で1体買えば、さっきの横のロッドアックスの2体同時もできると。こんな、これがベースの素体になるわけですね。で、今回はケータロスがついてくると。そして、ライジングアルティメット。前回は予約開始した日に見させていただきましたが、あれはオープン前にね、撮影させていただいたタイミングでしたが、改めてゆっくり見たんだけど、やっぱサンプル画像に比べると、アーマー周りの陰影がちょいと抑え気味で、そこまでなんか黒っぽくないっていうか、アーマーは本当に金のメタリックって感じ。そしてこれもポチりましたけど、 TR1 ヘイズルも展示されておりましたので見てきました。だいたいさ、ロボット魂って144分の1スケールぐらいなんだけど、でもまあ最近メタルロボットはあれか、ちょっと大きいか、結構大ボリュームで、あの MG まではいきませんでしたけど、大ボリュームでむっちゃかっこよかった。エッジがガンプラ版よりよりシャープというか、マーキングなんかもすっごい綺麗で、これは早く欲しい。てかオプションパーツとかほんとどこまで出るんですかね。あとはゲッターロボ GO ね、ゆきおさんの動画を見て僕も買いましたが、それのパワーアップキットの G アームライザーも展示されておりました。バラバラの状態ね。これをはめると完成するんですよね。ちょっとこのカラーリングにレトロ感があって、デラックス玩具っぽくっていい。で、ダンバイン、前回さ、これビルバインね、あのビルバインの参考出品みたいなグレーのやつしかなかったんだけど、今回ね完成品が置いてあって、むちゃくちゃかっこよかった。これ上のやつが前回のやつね。これさ、僕予約したんだけど、一般販売で年末かなんかに発売するんだけど、僕昔のロボット魂のビルバイン持ってますが、フルモデルチェンジだから全然違うし、以前のやつは5000円とかで買いましたが、今回ね1万5000円で、要は3倍になってるから値段が。もうね、成型色の部分がほぼないっていうか、ベースのこのベージュっていうか明るいグレーみたいなところが、以前は成型色だったんだけど、なんかね、玉虫色の変わった成型色みたいな、なんか変わったパーツになってて、まあ、爪パーツの金塗装とかすっごいかっこよかった。羽もなんかね、グラデっぽくなってるんですよね。で、横にはサーバインですね。ビルバイン系、てかオーラーバトラーも今熱いっすね。いろんなプラモとかフィギュア系が発売してって感じで、10月になってまた展示物が変わっておりましたので、ちらっと覗いてきましたが、また何か新しいものが展示されるようであれば、ささっと撮っていきたいと思います。以上、レオンチャンネルでした。